暗くなっちゃう、暗くなっちゃう、ということで、壁テントもできてですね、これから夕食の支度にかかろうかなと思うんですけども、今までね、照明を作るときに、このような単管パイプベースというのを地面に打ち込んで、そこにポールを立ててたんですね。そうすると、まあ三脚と違ってつまずきがないと。ただ、これのデメリットとしては、まあ、ペグを最低2箇所。地面のコンディションによっては、まあ3箇所、4箇所っていう風に、ペグの本数を結構使うと。だから、自由に、さっと場所を変えようとした時に、全部抜かなきゃいけないっていうめんどくささがあったんですね。で、それをどうにかならんもんかなと思っていたら、こんな商品が登場しました。はい、こちらがですね、ドッペルギャンカーから出てた、なんだ?名前が変な名前ってついてたんだよね。チンアナゴだっけ?なんかそんな変な名前ついてたんですよ。で、中の方は、まあ本当にこうね、ペグとこのポールを固定する部分が一緒になったやつ。長さはね、かなり長いっす。この打ち込みの部分も、これ何センチあるんだろう?かなりね、長いものと。なのでまあこう地面に打ち込んで、ここにポールを入れて、キャノピー用のポールとかをね、入れて固定して、そこに、これがありがたかったのが、ランタンフックも同封されてきます。なんでまあそのまますぐに、ポールだけは別売りですけど、ポールに引っ掛けてランタンかければ明かりがつけられると。そうすればね、例えばこう照明台の三脚に子供がつまずくとか、そういうことが回避できるのと、僕の場合だとテント内に三脚の足広げると、やっぱり邪魔なんですよ。なんぼでかいテントだっても邪魔なんですよ。なので、これで、ちょっと代用してみようかなと。これなら、ここで打ち込んで、一回で済むわけじゃない。まあ、これよりは楽かなと。ということで、実際に試してみたいと思います。はい、それではですね、実際に打ち込んで試してみたいと思います。ポシッと。で、ここを。お、結構あれだね。がっつりしてる、がっつり。もうこの時点でがっつりしてる。だから、地面のコンディションにもよるけど、そんなにぐいぐいここのところまで落ち込まなくてもいけると思う。それから、ここにポールを入れるので、ポールを入れて固定してしまえばかなり強いよ、これ。強い強い。まあ、こういうさ、三脚じゃない形で考えると、今は、スノーピークのパイルドライバーが有名ですよね。打ち込む、カコン、カコン、カコンって打ち込む。ただ、高い、ちょっと高いでしょ?だからそれで、あるものと安、なるべく安く、やろうとすると、まあ、これが最適なんじゃないかなと。ほら、使わなくなったね、タープのポールとか、そういうのを利用して多分できるようになると。で、実際に今度ポールを入れてみます。これはね、前に使ってた組み立て式のポール、タープ用のポールだよね。これをまあ今ほらタープオープンタープ使ってないからね。では試しにこれを入れて、で当然のように中途半端で止めないで下でこう固定してあげればね、より一層倒れにくくなると思いますんで、よいしょ。でネジを締めて、あ、これで OK だね。うわ、かなり強い強い。そこにこうやってランタンスタンド、ランタンフックをかけて、ランタンを吊るしてしまえば、照明を吊るしてしまえば、まあ使えるということで、まあこれだと長くしてね、もう一本つないで、上から、もうちょっとこう、上からね、あ、砂地か、多分ね、50センチぐらいあるので、砂地でも打ち込めばいけるかと思うんですけど、砂が柔らかかったりするとちょっと難しいかもしれない。でも使えないことはないと思うよ。よくサンド用のやつは50センチで出てるもんね。なんでこれでかなりしっかりしてるから、
まあ、ある程度重みつけても大丈夫だと思うよ、これ。あ、これは使える使える。で、今回ですね、これを、まあ、これ今、焚き火用にね、焚き火の時の明かり用に、まあまあ、作っておいて、で、あとはテント内でも使おうかと思ってですね、今回私、この、チンチンをですね、あ、チンちゃん。今回私、このチンアナゴをですね、全部で4本買いました。4本。テント内2箇所打って、電気を通すと。で、外を、まあ1箇所ないし2箇所打ってっていうふうに考えております。では、テント内で照明のセッティングにかかってみたいと思います。もうほら、テント内真っ暗ですよ、真っ暗。あれ、こいつだ。え、ドッペルが好きなんじゃなくて、ドッペルが面白いものを出してるんだよ。決してドッペルが好きなわけじゃなくて、ドッペルが実に発想とか、それから、なんつうの？あ、なるほどねっていう商品を多く出してるんだよ。これ。確かにスノピのパイルドライバーの方が、おそらく使いやすさとしては、もしかしたらスノピのパイルドライバーの方が使いやすいかもしれないけど、値段これでさ、2500円ぐらい。あっちが6000円ぐらいしてるでしょ？でも本数必要じゃん、やっぱり。そう考えたときに、これ2500円だったら、結構使えるじゃん。っていう、なんかさ、っていうところ。3本でだいたいドッペル、パイルドライバー1本よりちょっと高いかなぐらいだから。そう、なんかそう考えたときに、やっぱりさ、キャンプって金かかるから、それはお金のある人はね、ドッペル、スノピでいいと思うんだけど、僕みたいに貧乏人はね、それ3本買って1万8000円と思うと、これ3本買って1万円だったって、4本買って1万円だったっていう方が、用途が広いようなっていう感じなんだよね。そうそうそう、やっぱりさ、三脚ってやつが、僕はさ、特にほらビデオも撮るからビデオ三脚もあるじゃん。まあ、この大きさでもね、結構狭く感じるときあるんだよね、ソロなのに。まあ、こんだけ打ち込んだときはもう絶対抜けね。これやるときになるべくなら、安い、あんまりこう使わないようなやつを使った方がいいです。なんでか、ネジ止めすると傷つくでしょ。どうしても傷つくでしょ。あんまりいいポールでやっちゃうとさ、あー、傷がーって話になるから、へこんだーとかっていう。それ気にならないね。安いポールを買った方が。あと、使わなくなったポールとか。それで代用した方がいいかと思います。あるよね。多分その方が後々いいんじゃないかなと。で、こっち側も。だから僕もこれ使ってない、もう使ってないタープのポールを持ってきた。別にへこんでも別にいいしとかって思うじゃん。なんか実は気にしないし。そうそうそう、袋とかポールとかさ、なんか捨てられなくて置いといたりするじゃん。なんかに使いんじゃないかなと。だから再利用としては OK かなと。この足つかえないっしょ。それで上クリア。やった、上クリア。天井口クリア。で、これはめて。ちょっと待ってね、皆さん。できた。で、今、照明つけないともうアクションカムが映んなくなってくる。ライトつけるよ、これから。今、牛上にね、ポールを通したの、ほら。こうやって、ポールを通したの。で、ここに今、照明を吊るから。ということで、今回ちょっとだけグレードアップしたランタンスタンド。今までの単管ベースに比べ、楽に設置できるようになりました。このチンアナゴのメリットとしては、狭いテント内で三脚の足につまずくことがなくなるので、子供がいても少し安心なのと、テント内スペースが広がり、荷物などが置きやすくなってきます。
そしててってれー、まずこれが照明用の素置き。デメリットとしては三脚のようにさっと位置をずらしたりという作業ができなくなり、場所替えがしにくい点です。しかし実際に使ってみた感想としてはかなり使いやすいです。秋葉陣の場合ビデオ三脚もあるし、テーブルも撮影用に大きめのものを使用しています。そして全体を明るくするために照明も普通とは違い、サイドから2灯、センター1灯という感じになっています。そして使用できるポールは15ミリから28ミリとなり、大体のポールが入るようになっていますが、ペグとポールのジョイント部分がネジで締められているため、どうしても傷がついたりへこんだりしてしまう可能性があります。なので使わなくなったポールや安いポールで設置した方がいいかもしれません。またランタンポールとしての使用用途だけではなく、アイデア次第でいろいろな使い方ができる点もメリットが高いですよね。さあ照明は組み上がったのでしょうか。電気つくかしら。ほら腕をバッチリ、ほら明るくなったでしょ、明るくなったでしょ。これで LED60W タイプだから消費電力が 6とか7とか、イメージ配置者が一回閉めてちょっと休憩、これでほら、あ、いいじゃないいいじゃない。はい、ということで照明出来上がりました。一応ねこのパパッと刺さるし、でまあ僕はねちょっと特殊系の照明だと思いますけど、上にねポールを合わせて照明3灯入れてるような感じですね。でこういう使い方もできるので、まあこれねテント内でも使えるってことで、このドッペルから出してる、チンアナゴはね、まあ、使えると思います。ということで参考になりましたでしょうか。ではまた。